はい、FM ルイシンと DJ のルイシンです。第何夜目かな今。7夜目かな。ちょっとね、もうずっと話しながら運転してるわけですよね。で、ちょっと第何夜目か分かんなくなっちゃったんですけど、多分7夜目だと思います。で、まあ、本当にね、話しながら自分の考えがまとまってくるわけですよね。非常にね、眠気覚ましにもなりますし、眠気覚ましっていうよりは全然ね眠くないんですよ今。もう今1時26分ですね。もうずっと運転してて、それででして、まあ前回はですね、美術とかデザインについて話しましたね。まあまあいろんな、実際はですね、僕そんな批判的な立場でもそんな気持ちでもなくて、まあ、実際はその、まあ、俺マックって言ってるけど、さっきからマックの美しさみたいなこと言ってますけど、別にマックが嫌い、好きでも嫌いでもないんですよ。でもデザイン的にはごめんなさい、ちょっと嫌いなんですね。もうちょっとね、手の形に合わせてほしいんですよね、僕は。ただね、それすると絶対高くなるんですよね。それ分かってるからもういいんですよ、それは。ちょっとね、ちょっとだけ R がついてた方がいいと思うんですよ。なんていうのかな、背中の面じゃなくて横の面ですね。拳銃のトリガーみたいな感じで。なんで僕ねこれ思うのかなと思って考えたんですけど、僕ねすごく物よく落とすんですよ。携帯も電話もそうですし、カメラもそうですし、デジカメもそうですし、今持ってる、ウォークマンですね、ウォークマンも落としちゃうわけですね。で、なんで落とすんだろうと思って考えたら、やっぱね単純なんですよ。単純な箱型をしすぎてて引っかかりがないから落としちゃうんですよね。で、非常に箱型っていうのはツルツルしちゃうわけですよ。ツルツルしちゃうって滑っちゃうわけですよね。で、まあもう一つは僕自身がおっちょこちょいっていうのももちろんありますよ。そこは僕自分を棚に上げるつもりは毛頭ございません。もちろんそういった僕自身がおっちょこちょいであるということもあります。まあだけどね、どうかな、僕ね将来的にはね、やっぱ箱型のデザインっていうのはもう古くなってくるんじゃないかなと思うんだよね。で、ちょっとね、スポンジ的な感じになってくと思うんだよね僕。スポンジっていうとちょっと言い過ぎかな。ヘチマのたわし、ヘチマの体洗うやつあるじゃないですか。ああいう感じになってくるんじゃないかなと思うんですよ。つまり硬いんだけどある程度の柔らかさっていうのかな、柔らかさを持ってて、でちょっと押すとへこむっていうか、抵抗がありつつ柔軟性も持ってるっていうのかな。ゴムみたいな感じかな、ちょっと固めのゴムみたいな感じになってくんじゃないかなと思うんですよね。これ技術的に可能なのかな。今の機械もなんで落ちるか、壊れるかっていうと、やっぱ硬いからなんだよね。部品が硬いから衝撃を吸収できずに落ちると壊れてしまう、またはなんか破損してしまうってことじゃないですか。だからその部品の一個一個が柔らかければいいんですよ。壊れないはずなんですよ。ただね、これちょっと技術的に可能なのかどうかっていうのは僕自身はちょっとわからないし、まあ急にはならないと思うんですよね。まずはその外側の守っている
部分、外側がちょっと柔らかくなってって、まあ、衝撃を吸収してくれて衝撃に対して強くなってくるのかなと思いますね。うん、まあ単純にバンパーみたいなものがあればいいのかな、今の G ショックみたいな感じでね。うん、あれだいぶね、強さ変わるからね。まあまあもうね、エコダ近くなってきちゃいましたよ。もう喋りっぱなしですよ、今夜は。なんか、なんならもうね、これ生ラジオでもいいんじゃないかってぐらいずっと喋ってますね。まあね、生ラジオですよ。僕ね、最近ね、ずっと心に引っかかってるのが、生ラジオ、次いつやるんだってことなんですよね。生ラジオやるときの、肌がヒリヒリする感じ、すっごいドキドキして、もう3日くらい前から、遠足の前の日みたいなね、感じですごいドキドキして、もう緊張してしまう、ああいったねヒリヒリした感覚でレジをやれるっていうのはすごくね、なんかね心臓ドキドキするし苦しいんですけど、なんか楽しいんですよ。やっぱワクワクしてドキドキする感じなんでしょうね、きっとね。だからね、僕近いうちに生ラジオやりたいなと思ってるんですけどね。可能なのかな、技術的に。芸祭の期間中ね、もしインターネットがノーパソにつなげるならもう生ラジオやりたいんですよ、僕は。だからちょっと今ね計画してるんですけれども、もしかしたら11月 1,2,3 3日間生ラジオやるかもしれません。その時はですね、流進堂の方で告知させていただきますので、もしよろしければ、ぜひ聞いていただきたいなと思っておりますね。それでまあもしやるならば、その前日くらいかな、テスト放送するかもしれないですね。はい、やっぱ僕小心者なんで、ちょっとねテスト放送しないとビビっちゃうっていうかね、ビビっかな。まあそんなこんなでね、もうエコダついちゃいましたよ本当に。まああとちょっとね、明日大学があってティーチングアシスタントがあって、大学終わった後ね、今乗ってる車転がしながら新潟行きましょうかという感じですね。まああとちょっと今話している一人喋りをアップロードしてですね、何話目ぐらいまでアップロードできんかな、ちょっと喋りすぎちゃったからね、また放送したいと思います。この度は何夜に間にもわたって聞いていただき誠にありがとうございました。ですね、今ゲストの方からゲストというかリスナーの方からですね感想を聞くことはできないのは残念なんですけれども、僕はもう非常にね一人喋りなんだけど誰かと話してるような感じでずっとね、おしゃべりしながら楽しい時間を過ごすことができました。でこれはね本当にね仮想リスナー今立ててみたんですよ。隣でね誰かが話聞いてくれてるみたいな感じでですでして、完全に誰かに話しかけるような感じでねやってましたんで、本当にねありがとうございますって言いたいです。今聞いている、リスナーの方ですね、まあ、ここは、倉方さんとしましょう。はい、ありがとうございました。ではおやすみなさい。